私のね、愛嬌教室に昨年、79歳の時に、来てくださって、でまあ、それから私ずっと獣医さんのお話を、聞かせていただいているんですけれども、難病をね、抱えていて、でその難病と付き合いながらずっと、強い意志の力で生きていらっしゃる方なんですけれども、初めは薬、農薬、それから眠り薬、これでやっても何無所しねえ。それから初年からね、うちの人にがん、分解はちょっとあるね。40メーターぐらい。よし、あれから飛び降りるやつしねえのな。ちゃんと考えてる。死ぬ場所考えてるんですよ。だけどなんか作りやがったらね、飛べないんだよね。だから少し低いとこから飛んで降りたのね。降りたんだけどね。30分ぐらいしたら、あんまりギャン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 って風なくからね。なんだと思って気づいたらね、柳行き引っかかって死んでないのよ。それでそこで3時間ぐらい考えたんだよ。よし、俺はね、これ死ねない。これだけやって死ねないならね、半人前でやろうが何でやろうがね、生きてみるか。と言ってね、しかし急いでくよ。死ぬのはもうやめて生きる。その生きるって言ったらね、お金が、あるわけでない、そんなにお金ない。親父もない。親父はもう死んだ方がいいと思ってるからね。だけど自分に気取ったって誰も出してくれる人いないし。それでね、もがくにもがいてもがいてね、蛇を食う。これ一番セリフがある。蛇をとつかまえてきてね。ね。皮むいて。ね。これ先で一週間も置くやね。まあ、宮城ミシンみたいなもんさ。だらたたんとここの裏にしてね、まあ、大体この裏にね、肩の裏でパパーンとバッと向いただいてさ、ね。で、それにさっと焼いて食うんですね。食うのはなんとか食えるんだけどね。食った後がね、その、蛇の匂いがね、くつかとね。ね。それをなくすためにね、ね。カエルを取る、カエル。カエルと捕まえてね、ぶっ殺して。開いて。ね。カエルの肉なんてちょっと少ないから。で、それをまた干して、カエルなら1日ぐらいさ、いいんだよね。行くんですよ。したら、その、割とね、臭みが取れるんですよ。ね。アホみたいな話でしょ。そして今度は、ああ、これ、あれから聞いたな。コクワオのツルを、ね、取って、飲む。ただ飲んだらか、あんまり、一晩で、一生二生出るから。ね。だからここは。それから、ブドウ。それから、昔から言うその、今の言うね、イタヤ。イタヤが一番甘いんですね。それで一番美味しいのがね、白樺。これがまた大量に出てね、すごい美味しい。白樺のエキス。それを取ってね、ね。一緒にこうつけておく。ね。こうつけておく。次の日になったらいっぱいになったのか。4章なら4章、5章なら 5本取ってきて、ガンガンに入れて、で、外でね、外に火炊いてるから、そこへ乗っけて、半日ぐらいすると、糸がいっぱいが大体1章か1章5ぐらいな、濃縮になる。これよりまだ濃いような色になる。それを飲むんですよ。ちょうどいい甘みになって。それはちょっと濃いぐらい。それをこの逆に、それを保存しておいて、水割りしてる。水を奪ってちょこっと行くね。ね。人間ね、生きようと思ったらね、何でも食ってみる。何ぼかぱらって毎日卵を煮詰めようって言ったって、卵じゃけどダメ。まあ、牛いるから牛乳もあるでしょ。牛乳だってガガーッと混ぜないでね、上だけぐーっとこう、ね、すると、ちょうどチーズみたいな味のね、油だけ飲むんですよ。あ、一緒飲むよりもね、これにいっぱいあるやないですか。溢れてると思うんです。でもね、ゲルだけ吸ったら、ある一定の量はいいけど、それ以上取ったらね、かえって逆効果出る。だけども、そんなことを、蛇食ったりさ、カエル食ったりさ、こんなこと食ったり飲んだりしてね、そのうちにね、そんなことやってるうちにね、だんだんこうね、生きる。つまり、生きなきゃ何にもならねえ。死んじゃあなんだと。死んじゃあなんもならない。と言って、生きようと思ったら、ね、次の日からね、全然考え方が変わるから。
これが人間のやっぱり反転だね、気持ちの。じゃあできない、勉強もできない。でもできないばっかりじゃダメ。やろうとしたらね、なんぼ少なくたって3回や5回で頭入らんけど、10回目、2回目、30回目読んでたら、なんぼが頭入れん。お互いあれだけどね、どんなに苦しくてもね、人間死んじゃダメだ。死んじゃ。生きる。一日ね、生きようということをね、目標にね、森の斎藤教えてくし、自分もそうしてる。そうするとね、自然とそれがね、楽しくなってくる。苦しかったらね、無難でね、こう、そこから離れたいのが人間なんですよ。苦しいほど、人間は、ね、成長できるんですよ。